すと申します年齢は34歳住まいはインドのバンガロールに住んでおりますあなたが思い描く未来の姿は世界一の人口を誇るインドで新感覚のマッチングアプリを提案しありままの姿で恋愛を謳歌する若者をご支援したい余命あと10年10年の可能性もあるしそれ以下の可能性もあるっていうふうに捉えているので僕は今まで志願者の方で見てきた事業計画の中では、はい、一番すごいんじゃないのかなってありがとうございます リベン版令和の虎」ではどうぞ失礼しますかつての志願者の再挑戦今宵、あの志願者が再び虎たちへと挑む まずご経歴をどうぞ川本裕樹と申します年齢は35歳現在インドのバンガロールに住んでおります最終学歴は大学院卒現在は1秒自己探索カードネイティブカードの代表をしております今回の希望金額と志願目的を教えてください総額は600万円今回の、えー、趣旨目的はリベンジでお願いしますあなたが思い描く未来の姿は 1>, 1秒自己探索ツールネイティブカードを通じ誰もが自分だけの人生を軽やかに生きつながり分かち合う文化を創造したい オールはナッシング。あの日の借りを返してみろ。Get your revenge。はい、えー。視聴者の皆さん、こんにちは。えー、リベンジ版、通常はナッシングになった志願者のリベンジというルールなんですが、今回、過去にオールになった志願者。その中でも、えー、オールになった後に、まあ、事業が当初の計画通り進んでいないとか、いろいろ予期せぬトラブルがあって、えー、もう一回リベンジをしたいという方を、 お迎えしての会をやりたいと思っております。というわけで今回川本さんはその形で、はいはい、ご応募いただいたということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。まあ前回オールになってから、はい、今まで、はい、どんな感じで授業を進捗されてたのかというところをざっくりとお聞かせいただけますか。わかりました。そしてなぜ今回出るようになったのかということですね。はい,い、はい、多分あの始めましての方もいらっしゃると思いますのでまず最初に僕が志願させていただいたあの授業内容がですねインドで 統計のインを用いて真剣構成のマッチングアプリを作るっていう形で志願させていただいてそれでまあオールを達成してまあ意気揚々とインドに戻りで下半期はもうインドに潜りですねプロダクトを作っていたんですけれどもおかげさまで今年の年始にえアプリローンチしたんですけれども1月の頭にちょっといろいろ共同創業者と揉めましてでまあアプリのコードとアプリのドメインを全て持ち去られるというあの事件が起きましてそれであの今回事業を大きくピボットするっていう風な背景に至りましたと。 で、今回新しく、あの、あの展開していくサービスがネイティブカードという一秒自己探索カードという、まる占いカードなんですけれども。まあ、それを広げていくのが日本の市場も大きく広げていきたいという形で、今回、あの、改めて虎の方にリベンジさせていただきという形で。志願させていただいたという背景でございます。はい。相変わらず流暢ですね。ありがとうございます。早い。早いですね。二五倍ぐらいのスピードでしたね。あの、インド式でお話しさせていただきます。インド式なんですか。インド式大体二点五倍ぐらい。インド、こうなんだ。はい。なるほど。わかりました。 じゃあ川本さんの簡単なご経歴をお願いします、はいえー、大学卒業後、私は D2C コスメの会社のマーケティングからキャリアスタートしまして2015年からインドに移住してますで。そこからもう約10年間ぐらいですね人物金っという形でインドに携わらせていただいて2年前にちょっと余命宣告に近い宣告を受けて、まあ、1年発起して子供たちを連れてインドに移住して先ほどお伝えしたデータアプリの創業に至っております、はいえー、それでは今回のプランをまずは簡単にお願いいたします。はいあの あ今あのサービス約2種類ぐらいあるんですけれども左側がお友達作りのネイティブ・フォー・フレンドで右側が恋愛であったりとかキャリアであったりとかあとは子育てであったりとかまあいろんなシーンで意思決定をサポートするためのツールとして発行いただくサービスとしてネイティブカードというふうなサービスを作ってますなんか前回アプリ系なのに見事オールになったんですけど、はい、株式会社ディアロードホールディングス代表井口智明 のトで完全ゴーだからの木曽馬泥水公園を DIY 開発中建設行政美容業界と異色の経歴多分野での資格取得を武器多事業展開800人の正社員を兼任するこの男まさに奇才遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導く見事オールになったんですけど、はい、なんかそれでなんかトラブルにな,っなんか持ち去れられた ちょっと詳しく教えてもらってもいいですかそうです、ねはい、アプリ自体は無事、はい、ローンチしたんですけれども、はい、あの共同創業召喚契約ってなんか聞いたことありますかねあの創業者同士で株式をあのどういうふうに分配するかって決める書類がありましてあ、はいまあ、そこでちょっと株を分け分けするところであの書類の手続きにちょっと遅れを取りまして、まあ、それはちょっと共同創業者的には、まあ、軽んじてるんじゃないかという,ふうな形で激高しまして、まあ、気付いたらあのアプリを強制システムストップさせられまして。 まあそれがちょっときっかけとなっていろいろ対話した結果もう離婚しましょうという形で別れることになってですねまあそこがいろいろ発展していってじゃあ僕がプロダクトを作ったのでもうそのまま持ってきますっていう形であの持って去られていたっていうのが背景でございます。それそれは日本人の方、インド人の方？えっとですね、台湾の。あ台湾？はい。あ台湾の方とインドでやろうとされてたんですか？そうなんですよ。はい。ああで台湾の方は今インドでもうやられてる。あえっ、ー、と日本にいます。あ日本にいる？はい。 彼以外は基本的にはインド人のメンバーでやってたんですけれども、やっぱりあのなかなか本人としてインド行ったこともないのに、現地の若者たちの恋愛革命しますって言っても、なかなかそこに共感するものなくてですね、結局だからやっぱりお金周りに目が行ってしまったっていうのもあり、うん、まあそれでやっぱり株の関係で揉めてしまって、そういうふうな結論に至ったという、はい、今回はお一人でやられてると、はい、また共同経営者の方がいるってことですか今回はもうあのちょっと凝りまして。あのはい ストロファウンダーといいますか、一<あ>人創業として、ご,ご,ご自身、一人でやられてるということですね、わかりました、ありがとうございます。はい、前回はインドで、マッチングでしたよね、はい、今回は日本で、少し、はい、ちょっと、そうですね、多少変わってるんですけれども、はい、あの今回、アプリ出してみて、現地の若者たちに300人ぐらい使ってもらったんですね、で気づいたこととしては、ネイティブカードっていうのは受けが良かったんですよあこれはいいねと1秒で出せる、まあ、占い大国っていうのもあるんですけれども、受けはよくて、ただ、ややこしかったのが、いや、とはいえお母さんがとか、 とはいえ食事がとかとはいえなんか宗教がみたいなやっぱり i いた国なのでいろんなことをあの変数をどういうふうな形で調整するかみたいなところが大事な市場だったりもするので自分が得意な事業のプレースタイルを考えた時にネイティブカールズの受けはいいからマーケティングドリブンでマーケティングを基軸に伸ばせるんだったらそっちの方がプレースタイル的には合ってるので。 ネイティブカード自体は生かして、それをサービスとして売り上げを立てれないかっていう形で、まあ、事業転換しているので、まあ、大きく変わったっていうふうな感覚はあまりな,ないという状況ですこれは日本ですよね、今度、狙ってる市場は。えっと、入り口があのたまたま日本にそういったニーズがあるって形でスタートさせていただいていて、あの今、もう英語版もできているので、来月から、えっと、インドと韓国と台湾に同時展開していくという状況ですあじゃあ、日本、韓国、インドを狙っていくと。と台湾と、あとインドネシアですね。なるほど ネイティブカードっていうのが多分聞き慣れない方多いと思うので改めてネイティブカードの意味をちょっとご説明いただいていいですかそうですね、はい、あの多分一度触っていただくのが早いかなというふうには思ってはなるほどいるので、はい、あの QR コードあると思うのでよろしければ友達作りのでちょっと待ってくださいよ,、ね、あのよろしければ一旦林さん例えば林さんの方にあに友達作りのネイティブ4フ,フレンドっていうのを触っていただいて一人触っていただくとあの QR が発行されるのであ,ありがとうございますこれをつけ合わせるの そうですそうですじゃあ回しましょうかこの QR コード読み込んでいただくと発行画面が出てくるのでちょっとすいません林さんのスマホを回してだいてもいいですかはいどうも林さんの変なデータ吸い込んじゃったりしないですか何もないですって何もどうぞ全部見てください隅から隅まで何の心当たりもないです本当。じゃあ井口さん林さんとの 林さんと井口さんとの相性は何フィット感30%です。分かる合わないもん。<laughs> 分かる <laughs> ?30% です。ント<ー>ですね。<当>はい、ね僕の支援しているフランチャイズのグループで独立した勢力作りましたからね。<laughs> とんでもないやつなんで、<laughs> 前からも、この前も出してくんなかったし。<laughs> 確かに, <laughs> 確かに スーパーデニ持ってかどうりで競泳 NG ででもこれ生年月日だけですからねじゃあトモハッピーもダメですよあそうなのトモハッピーさんも同じですけでも今ので説得力増した逆に増しちゃいましたいやけど年齢は年齢強いじゃ年齢も大丈夫そう年齢ももちろんいきますなそしてお久しぶりでございますお久しぶりです よろしくお願いします、はいえー。野田社長と林さんの相性は？二、はい、人のフィット感120%。おお、すごい。いやそんなに気よわないけどな。あんまりあんまりそんなどんなことないからななないね。まあまあ、まあ、ちょっとぐらいね。でそうだけどもう。 百二十本当にそう、出現率零点一パー。百二十とか出るんですか。二十パー友情の伝説って書いてますよ。あ、そうなんですよ。まるで映画のような完璧な友情、相性抜群で二人ならどんなドラマも乗り越えられる。さあ、今すぐ一緒に素敵な思い出を作る計画を立てようって書いてます。すごい。ですやっぱり令和の虎の黎明期を支えた二人ですから。それはヒットが高いでしょう。嬉しかったもん。恐縮ですもん。道理で理解しました。じゃあ、絶対低いだろうな、ヒグマさん。何ですか。僕五十数。 わ面白くないね。面白くないタイプですねこれ。<laughs> なんでこうなるかな。面白くないな。えっとコメントもないから,から。そうですよね。林、はい、<laughs> さん、ひぐまさんが五十パーらしいですけど。と、ひぐまさん結構気ューと思ってるのよな。い僕<ー>飲みは、うん、飲みだけか。<laughs> <laughs> はい、じゃ、あ最後、野口社長、はい、僕ももっと面白くないですね。四十五パーセントで、トラブルメーカーコンビとか書いてますね。<laughs> トラブルメーカーコンビとか。あんま知らないからね。<laughs> コメントしづらいですね。コメントしづらいですね、これ、はいはい。なるほど。はい。なるほちょっと、盛り上がりました。ありがとうございます。はいうん、けど、なんか、野田さんと、なんか、あのもっと仲良くなろうって、なんか思った。そ <laughs> う,うそうそう、思った。そういうのはいいよね。インドを拠点に広げる、マッチングアプリで挑んだ、前回の挑戦を経て。 再び虎たちとの議論に挑む虎の子川本提案する新たなサービスを体験する虎たち序盤戦一体どう転がるかじ代行はフィリピン人のピナイ詳細は概要欄からキャンペーン実施中 何、はい、となくこう感じていただけましたけどそうですねはい、はい、なのでこのような形でネイティブフレンドに関してはもう友達作りなので、まあ、どん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 あの広げていくっていうふうな形のサービスを考えていますでこれはもうでであのここでユーザーを獲得してった後にこの後あと右側の QR コードにネイティブカードが発行できるのでよろしければあの発行いただきたいんですけれどもこれが統計占いのコンテンツになっていてここをあのマネタイズのプロダクトとして あの提供していくってことを考えています。前回占いでしたよね。そうです。そこじゃ、ちょっとブラッシュアップした感じということですかね。独立さ、機能を独立させて、それだけで商売にしたりって感じですね。ごめんなさい。私早口すぎて、マネタイズのポイント聞き逃しましす。すみません。ちょっとちょっとマネタイズのポイントもう一回お願いします。えっと、マネタイズのポイントは、あの。ね、あのネイティブカードというものがマネタイズのポイントになります。ネイティブカードがマネタイズポイント。というと、どういうこと。なので、その右側ですね。それがマネタイズの商品になりまして。そこ、あのラインの。 Q R コードあのスキャンいただくと一枚だけネイティブカードが発行できるんですけれども、それが今後こういった E コマースでネイティブカードをチケット制でご購入いただくっていうことを今作っています。えこれを発行するとな購入側なぜこれを購入するんですか。もうあの単純にあれですあの横浜の占い師に会いに行って占いの手ほどきをもらうのと同じような感覚でこれでデジタルでワンタップとかで三百円とか五百円とか払うっていう。 まあ、あの、オンラインで、そういった、自分に対しての、新たな、新たな視点を加えるっていうのに、払うって感じです。さっきも、占いしてもらったじゃないですか。はい。で、占いまでは、無料でしてくれて。 今やっていただいたのは占いではないと思ってるんですよあ違うんだ、はい、あれは診断系であ診断どちらかというとなんか秘めたるものを僕らが出すというよりかはさっきみたいな感じで遊びとか、はい、なんかこんなキャラがいいよねとか、うん、そういったコミュニケーションこんなタイプだよねっていうぐらいにとどめてるんでじゃあさっきのは診断でさっきの診断ですで占いするときにお金がかかるそ,うですそれが1枚300円かかるそうですでその占いカードがあの右側のネイティブカードですなるほどねえで5チケット1200円とかあるんですけどこれ何回もうやる人いるんですか そうですね。今のところ実はネイティブカード自体が2月に出したんですけれども、はい、2> 今2万人ぐらい使ってくださっていて、はいはい、2>, 2万人のうち4万5千人分のネイティブカードが発行されているっていうことは、恐らくやっぱりそうなんですよ。一人が、えっと、お子様のを見るとか、ああなるほど、はい、自分のじゃなくて、周りの人のを見るからチケットを買うっていうことですね。そう,すはい、そういう方もいれば、キャバクラとかであの女の子との相性を見る時とかに、ね、使われてたりする方もいれば、自分が人事やってますみたいな形で、採用に面談にいらっしゃった方とかに簡易的に履歴書を見て、 あの発行されるという方もいれば、本当にもう、あの人さまざまで複数の人を見るっていうのを使っていただいてるって感じです大体一人平均、どのぐらい使ってるとか統計取れていね統計までいかないんですけれども、本当に使ってる人は、一人150枚とか使ってます金額にするとどのぐらいですか、あえっとですね、まだあの収益化はしてなくてですね、かんない,のかいやなんか純粋に今これ、ほら、MBTI 診断ですかね、はや、い、ってますよね <laughs> 九州大分で軽トラ一台から走り出した若き男の野望は。 現在80名のスタッフを抱えるまでに膨れ上がっている株式会社 AE トランスポート代表野田慎太郎 E コマースの発展にいち早く適応し物流を通じて社会変革に挑む九州団地の虎は今宵金を動かすのか MBTI 診断ですかねはや、い、ってますよね、はい、でこちらにも MBTI 風診断サービスとか、はい、でそことかぶってんなってやっぱちょっと思うんですよね。はい でまあ、差別化というか、うん、その部分でそっちでいいやってならないかなと思ってそあ僕らはあえて,あえて、はい、対立構造を作ろうという形で m b t i サスまでいかないけれどもネイティブカードという形で MBTI はその瞬間の心理描写を捉えるもので、うん、ネイティブカードは生まれつきの元来のあなたの性質を捉えるものなので、うん、ちょっと似て非なるものでしてあ<ー>、まあ、うまくちょっとあの見比べていただくみたいなところを作ろうとしていて。 M. B. T. I. の方々に使っていただこうという形で今最初動いています。M. B. T. I. ってほとんど、あの、ベースのところは無料でできちゃうじゃないですか。はい、これが、まあ、優勝になって、まあ、似たような対比で勝てるっていう要素っていうのは何だと思っているんですか。ああ、そうですね。えっと、そもそも M. B. T. I. と、えっと、ネイティブフォーフレンドっていうのは、ここは別になて言うんでしょう。バチバチぶつからないと言いますか。あくまで、お伝えしているネイティブフォーフレンドは診断系なので、ここでお金は取ろうとは。 持ってはいないなです、はい、でお金を取ろうと思っているのはネイティブカードの方でじゃあそれでどうやって収益性を担保していくかっていうところで言うと、まあ、単純にあの今のところで言うと、まあ、そもそもお金を払いますかっていうふうな質問に対しても大体7割ぐらいの方が300円から600円ぐらいだったら払いますっていうふうなお答えも頂い,いているので、まあ、あとはそこに対して僕らがまあいろんなラインナップであのライフシーン例えば健康であったりとかペットであったりとか引っ越しであったりとかっていう形で増やしていくであったりとか、うん、あとは短いバージョン だったりとかロングバージョンっていう形でより深く見たい時にはロングを発行いただくっていう形で、まあ、縦と横をどん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 掛け算を増やしていけばある程度収益性は作れるのかなっていうのがまず一つの収益の柱で考えているところですね。なのでちょっとなんか解決している MBTI との解決要素が違うっていう風に捉えていただいた方がいいかなと思います。あれはもう心理テスト。何回やっても結果同じなんですよね あ、おっしゃる通りです。はい。そこは、あの、僕らの課題感になるので、Native for Life って言ってですね、これが8月に出す予定なんですけれども、こちらが今おっしゃっていただいたところの解決材料なんですけれども、あの、今の現状だとおっしゃっていただいた通り、基本的には1回、あの、生年月日入れたらもうそこは動かないので、同じデータが出るんですけれども、毎日動的に朝7時55分ぐらいになったら、ネイティブカードが届きますっていう風なサービスが今ご覧いただいているサービスです。なので、ここはもうダイナミックに常に動的に情報が動いていって、今日朝、 起きたくくななるような目覚ましテレビのの占いい情報をめちゃくちゃゃ細かい版みたいなものを出そうとしているというなんか僕ネイティブカードよりオルソ株式会社代表ヒグマヒデタカ体操を通じて頼られる人を育てるこの男技術指導にとどまらずコミュニケーションと礼儀を重んじた人間教育でスポーツ業界に新たな一手を繰り出す爪を磨く令和の熊の前に栄光の架け橋へと進む者は現れるのか なんか僕ネイティブカードより最初の,、はい、あのその人との相性診断の方が毎回使いそうな気がするんです飲み会とかではい、はい、ちょっと見てみようみたいな、うんはい、って思っちゃうんですけど僕だけですかねえそんなことないですか,そかるそうですよね,かすよねなんかそっちの方が盛り上がるし、うん、それで300円ぐらいだったら調べてみようってなりそうな気がするんですけどそうですね,そうですねネイティブフォーフレンドはまあ儲かれば儲かれたらいいと思うんですけれどもそこまでお金を取れるレベルなのかっていうの僕らも分かってなくてですね、まあ、常にだから僕らがタッチポイントと言いますか ユーザーとつながっていたいっていうところのツールとしてネイティブ・フォー・フレンドを使えるよねっていう形でユーザーに集まってもらってその場にいてもらうための仕掛けとして用意しているっていう形ですね。 これ何のためにネイティブカードを取るのか私なんで利用者が300円払うかどうしても分かんなくて生年月日だけで出てくるわけですよね生年月日だけで出てくるものにお金を払っていうのはちょっとごめんなさい私だけかもしれないですけどそう,うそうですよね僕もちょっとそう思ってたんですけれどもやっぱり女性の、はい、僕ら2万人のうち1万9000人が女性で2三3 0代女性なんですね、はい、どちらかというと若い子たちでも特にタイパ思考であり、はい、簡単な方がいいっていう。男性思考ととかになってくると なんか自分がちゃんとインプット情報を説問10問とか20問か答えていくことによって回答満足度が出てくる方がすっきりするんですけれども僕もどちらかというとそっちのタイプなんですけれども女性はどうやら違くてサクッと手軽にで細かく情報が舞台に落ちた状態でコンテンツが作られてるからなんか割となんかパーソナライズされて刺さるよねっていうのがユーザーがお金払ってもいいっていうポイントかもしれないです。 これもうできてるじゃないですか。はい、これかなり費用をかけてら作られたんですよね。えっと二十万円ぐらいですね。え自分、あ、そんだけでできたんですか。これあ、そうなんですよ。あの、さっきお伝えした通り、あの。 まあ本当に人に救われたと言いますか、はい、であの行動がなくなってしまって <laughs>、はい、でちょっと打ちしがれて地元広島でうなだれてたらたまたまその広島県の上にするコミュニティサービスの人が助けてくださってじゃあ一人学生でエンジニアいるから紹介するよって言ってその方がボランティアで作ってくださり、えーえー、でその場にいた時にいあにたまたまポット入ってこられたデザイナーの方がじゃあ僕デザインやりますよって言ってくださって<ー>費用自体はもうほとんどかかってなくてですねそれはすごいね。はい 二十万円ぐらいで。それはいつの話ですか。作られたのは。えっと作り始めたのが二月の末で。きたのができたのが三月の中旬なので二週間ぐらい。でそこからもう走らせてるわけじゃないですか無料で。これ有料で試してみたりはしなかったんですか。したいんですよね。であの日本に今会社がないので。ああ。そうなってできればペイペイでサクッととかっていう体験を提供したかったですよ。なるほど。そうなんです。よそうすると日本の法人格が必要で。なるほど。はい。お金の集金手段がない。そうなんです。集金手段がなくて。 それであの先,あの先週にできたのでこれからあの収益化を図っていくっていう方向です。なんかシンプルに普及がどうななのかというところが、はい、例えば MBTI ってあれ韓国で流行って、はい、その韓国の k p o p の人たちがやり始めて、はいはい、それを k p o p 好きのアイドル好きの日本人が普及させたっていうのを僕聞いてるんですよ。でそういうところでいくと川本さん的にはどういったそのまあ普及の仕方うん。 多分引っっっかかかりが大事だと思っててててそ,、ね、そこってどう考えてますかね,そうですねネイティブ4フレンドの方は結構手離れで一人歩きしてくれるんじゃないかという期待がややあってですねなぜならネイティブ,ネイティブカードあの占いのコンテンツですら何もしなくて2万人集まってるんですよ<ー>もう全部 X とかインスタとかでユーザーがシェアしてくださってこんな秘めたる情報をユーザーがシェアしてくれるんだったらこの今やっていただいたものって、まあ、すぐに妻にお願いするとか彼女のお願いすらしやすいので。 なんかインフルエンサーとかに無理に頼らなくても地味にどん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 広がっていく可能性は高いのかなっていうふうには思ってはいてでもう一個はそれも今なんか学生のインターンの女性の方とかでインターンさせてくださいっていうリクエストが結構多くてこの23か月でも2 3 0人ぐらい応募いただいているのでであればもう各都道府県とかにキャンパスに女の子割と見た,あの見た目のいい女の子を立ててでその子たちにばらまいてもらうっていうふうなところも今 あの検討して,るっていいるう形でございますテンポよく言葉を返す志願者議論は新たな局面を迎える虎たちを納得させる答えを導き出せるか次回後半戦新しい未来の行方を見逃すな。 スーパいじわるなこと言うと、はい、20万で作ったものを時価総額5億で売りつけるんですね。